はい、完全にやられた。もう三社祭りのための今日はセットだから、うん、嬉しいね。昨日来ようと思ったんだけど、そうそうそう、なんかいろいろバタバタしててね、昨日ちょっと来れなくて。似合うよねピンクね。先生似合うよ。本当、うん、嬉しい。やだ、あのねちょっと整理したんですよ。そしたら出てきたから。あ、そう。もったいない。昔のよ。昨日は4時から。うん、大丈夫、別に日中寝てればいいんだから。そう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 、ね、うん。どう、いいんじゃないですか。もう骨がついてるね。あと100キロよかった、これよかった。ちょっとまだ早いけどね。夏だねこれ、ゴム袖だからいいね。ここまでだから、うん、素材がね、うん、買ったみたいな。うん、ママが買ったんだよ。あ、ママからのチェンスか、母の日にね。あ、いいわ。ここ見ちょっとシアターしよう。ないねえ。ああ、うん、だよ。そりゃあそこにできるでしょう。どう、そりゃそうよ。そのままで消えなくていい。終わりだね。いなかった。ね、スキッてさ、うん、首が長く見えるね、うん。みんなよかった。ありがとうございます、ね、こんな綺麗な ね、すごい切った、ね、あとありがとう。はい、ありがとうかな。はい、短い。四つの腕。一回締めて。そうそうそう。そうじゃないよ、そうじゃない。違うよ。こうやったら。男運賃でしょ。ほどいた方がいいよ。もっとギュッてやらないとダメなんじゃない。なんだか分かんない。岡田英二もやって。それ持ってきたの。なんか適当になった巻いて。ちょっと違うの持ってきてあげようか。これでもいいんだけど長いぞこれ。長いか、閉まんないぞ。あんたのあれは分かんないよ。おかしいよ。これは忘れるわけないんだよ。なんでこんな忘れちゃったの。そりゃもう何年もやってないから、うん、そうだね、うん。俺これ私去年新しいの買ったな。
って。ここおろしって。ほら、こっちだって。これこれ。これはこっちのでしょ。うん。巻いてみる。カズ去年エア買ったんだもんね。去年みんな買ったんだもんね。え？これ？違う。違うこれ。全然違う。全然頭がおかしくなったんだ。こっからこっち出すだけになる。おお。中入れるんでしょ。連帯でやってなかったね。準備不足すぎるよ。3年ぐらいか。何年で忘れた。うん。完全にやられた。完全にやられた。いや。こんなに商売でやってたのなんでだろう。それでいいや、うん、姉ちゃんはこれでいいや。どっち？お腹にやらないと分かんないじゃん。こうやったら分かる。こうやった方が回して、ぐんぐん回して、うんうん、だからちょっと出して出しといて、そうだ、うん、でぐるっと回して何回か、そう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 、だんだん押した。そうだ、持って出て言われてた気がする。落ちちゃって、落ちちゃって、落ちちゃって、こう長すぎる。ほら、だもう一周だ、このくらいじゃん。そう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 、でこうしてぐるっと回して後ろの方へ、もうちょっと、そう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 。ああ、で、ほんでこうやって、ここで締めなきゃいけない。一回それグーッと締めて。でこれをこうやって、ほんでこれでいいんだ。そうそうそう。でこう、そう。お旗。ほんでいいの。これでいいの。これは男の人。そう。エンジンやってやって。全然違ってて、なんかくるっとしてるって。また。うん。これでいいかくるの。うん、そうだね、ページ、これで後ろ回すんだっけ。そうそうだ、そう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 、これで後ろ回す、そう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 。あ、やっと思い出した。おお、脳トレ脳トレ。これでいいの。うん、これは男の人。うん、悔しいが勝ちましたね。悔しい気持ちが分かった。うん、細く上げて、そうそうそう、でこっちからこうやって、でこっちに二重に折ってやるんだね。そうそうそう。見えた？一番前、一番前。左左左。左だよ。担いでる人の左。見て見て。見えた。タイミングが悪いね。汗かいてんね。明日もあるよ。明後日もあるよ。オッケー。もうこしょ。では、日焼け止め。シャッター乗って。
ってもらった時でペンキが残ってたんだけど、それまで取れてた。今日は濃いめですね。はい。いつも薄いから。どういうふうにしますか？いやもうまあ一つになればいいけど重いから今量が多くて。だからそんな上の方じゃなくても下の方にしないとね頭痛くなってくるから。いいこと。もっとこの辺で下の方で。顔はできた。違う。頭の上。よいしょ。ほんと、そう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 。そうそうそう。こんな上でいいの？もっと下までやる？やって。下までやって。ちょっともう一回。まあ、でも止まってる。うん。止まってるっちゃ止まってるよ。ここでギュッとやらないと、ここでやんないと取れちゃう。どう？うん、大丈夫。あ、こっちだ、こっちだ。オッケー。かっこいいよ。うん。今日はいいよ、下で。うん、このぐらいでいいの。重いから。ね。うん。オッケー。大丈夫。大丈夫。うん。それはちょうどいいから。とってもいいよ。うん、よかった。まとまってる。すごく。うん。あと2本ぐらい止めようか。うん、大丈夫。結構止まってる。止まってる。うん。大丈夫。うん。ありがとう。なんとかなった。なんとかできたじゃん。なんとかなった。よかった。まだ動くよ。三つ編みできるからまだ大丈夫。そう。うん。これニンニク？そう、ニンニク。すごい、シソニンニク。これどう？これをかけるの？うん。辛いかな？つけすぎた。全然辛くない。じゃあ、さちゃん。うん。辛くない？うん。これいいの？うん。本当。よかったら、ありがとう。気持ちいいね。いい天気だ。迷惑。うん？迷惑。こんなに見たいっていうのも久しぶりだから。そうですね。見よ見よ。じゃあ入ってきたら取ってくる。取るよ。これじゃあ内側向けとくから。オッケー。お姉ちゃん入るよ。おばあちゃんと私です。これどうやったらお姉ちゃんの方になるの？
し前に入ったよ。前にいたね。前？前にいた。あいた？前朝ちゃんいた？うん。本当。一番前に一番にいた。さっちゃんだよ。さっちゃんだよ。今だな。せこいせこいせこい。せこい。できてるできてる昨日より。お母さんいいじゃんブルーアブラ。うん。おい。ね、あ。もう大丈夫じゃない？結構刺したよ。多分大丈夫だと思う。どう？うん大丈夫。ありがとう。大丈夫大丈夫。今度はこっちやっていく。大丈夫大丈夫大丈夫。いいやいいや。うん。あとはいいや。うん。生姜を刻んだおにぎり。です。です。いい感じ。うん。あ、美味しいよこれ。うん、これは美味しいよ。ハマグリスープ。美味しいやんこれ。めっちゃめちゃ美味しい。ママこれ美味しいよ。これで洗ってないところか。さっちゃんのママが持ってきてくれた春巻き、ね、ママ特製春巻き、弱弱でやるんですね。そうそうそう、片面を揚げてからどうにかしろって言われました。キッチンドラッカーだからとりあえず飲むかな。そうだな、ね、酒をくれ。酒だ酒をくれ。新人の酒をくれ。まあこれ一回冷凍しておこうかな。はい、ありがとうございます。酒だ酒をよこせ。思ったけどさ、海苔の佃煮春巻きにしてチーズと揚げたら美味しくない？甘さがうまいよ、絶対。あ、いい感じに。増えてますね。ふつふつ来ましたよ。はいはいはい。いいですね。人んちのお母さんに酒作らせる。酒だ酒をくれ。私はムスカ大佐だ。伝わらない。そうなんだよ、ジブラなんだけど。それは伝わらないんだ、ごめん。すいません、ありがとうございます。じゃおばあちゃんいただきます。うわどうぞどうぞ。うわどうも。あーうまいうまい。でもね、ゆきこさん作ると濃いんですよね。そう、あれね、あんまり飲まない人が作ると濃いんだよね。ゆきこさん濃いの知ってます？多分濃い。だってあとね、炭酸入れればいいじゃん。これが溶けるし。入れればいいじゃん。これいいフライパンだね。これ便利なのよ。うん、これいいわ。アイリス多いよ。あ、マジで？うん、買うわ。めっちゃ安いね。あ、マジで2400円。あ、そう、うん、なのにこの感じ。すごいんだよ、これが。あ、お姉ちゃんほら、取って。
はい、はい、いい感じの、あー、おー、もうちょっとかな、片面だけこの色になったら、あとは、両面これになるまで放置です。あー、ごめん、ちょっとちょい焦げだけど、こ焦げるっていうか、ちょいいい色になっちゃう。いいよ、いいよ、いい色だよ。食べてます。どうぞです。熱いかも、ちょっと気をつけてね。あさちゃん、はい。食べる前から、食べる前から、いい、いいよ、今の。熱いよ、多分熱いよ、うん、大丈夫、大丈夫、お母さん、ご飯もあるよ。いただきます。おしゃれ、あ、早くね、早くどれか分かんないけど、適当に食べてた。甘くて熱いよ。うん、すごい、パリパリ、うん、よかった、おいしい、おいしい、大丈夫、熱くなかった、ごめんね、揚げすぎちゃった。あ、おいしい、あほあほよ、わかった、あほ、あほ、おいしいね、あほ、めちゃくちゃおいしい、うん、すごい、あほ、揚げがないんだ。揚げ物にね、うん、うまい、うまい、うまいね。うん、よかった、おいしい、酒飲みにはいいよね、うん、なんかすごいおいしい、ほんま、売り物やん、おいしいね、うん、そう、売り物、なんか何入ってんの、なんかこう中華屋さんで食べるやつ、手で食べるの、熱いで、元気、めんどくさい、うん、うん、喜んだって、言って、あー、言っとく、おいしい、よかった、ちょっとずつ食べて、熱いから、これ酢もうまいかもね、酢うまいよ、酢美味しいよ、お母さん、ちょっとつけたらいいよ、私の残りだけ、乗せないぐらい、ちょっとだけ、うん、ちょっとだけつけて、ね、さっぱりするよ、うん、ね、なんかすごい食べたかったの、この冬あんまりきなら食べてない、酢美味しい、美味しい、美味しい、ほんと、よかった、おばあちゃん、ご飯足りる、なんか他に食べるものはいる、もうちょっと焼く、もうちょっとね、食べる、ほんと、じゃあ、さっちゃんが焼こう、じゃあ、2、3本焼いてもらおう、はい、焼きましょう、私も食べたい、じゃあ、焼きましょう、焼きましょう、嬉しい、あ、ダメだ、カツの方がなくなっちゃう、いいよ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 、今度また作るから、いやー、美味しいね、うん、めちゃくちゃ美味しい、酒をくれ、酒だ、酒だ、酒をくれ、キッチンドランカーに酒をくれ、おもじい、おかわり、おかわり腹巻き、おもじい、お出しした、お出しした、おかわりになります、やっぱ2回目の方がうまい、うまいね、かまして、じゃあすぐ食べて、まだダメ、熱いから我慢して、ね、ご飯少し食べとく、めちゃくちゃ食べて、めっちゃ熱いから気をつけて、チョコでいける、大根あります、辛食えるよね、これ、うん、食べれない、ほんと、うん、熱くない、おいしい、熱くない、うん、ありがとう、ごめんね、どうぞ、はい、本当にうまい、嬉しい、最高じゃん、お母さんには私からお礼言わなきゃ、ありがとう、大丈夫、え、ほんと、電話しよう、大丈夫、お、お、早っ、あ、さっちゃん、ママ久しぶり、さっちゃん、もう今ね、春巻き食べたのよ、まーす、最高、最高、そう、おばあちゃんがね、最高です、ありがとうございます。やっぱ犬が、あ、そう、うちの犬、うわ、りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん、かわいい、りんちゃん、りんちゃん、くあらー、あらー、賢い子だ、かわ、ありがとうございます、もう、なんか、ありがとうございますって、聞こえるかな、お母さん元気って、ありがとうございます、もう何よりもいただいちゃって、もう一番好きなんです、おいしいって、春巻きやん、春巻きが好きだって、ご飯も食べないで、うん、春巻き2本も2本半ぐらい食べたよ、そう、すんごい美味しいです、そう、春巻きおかわりしてくれたの、すんごい美味しいです、ありがとうございます、美味しい、すいません、じゃあそっくりじゃない、ありがとう、似てるってお母さん、そっくりそっくり、あ、そっくり、了解、犬がうるせえからさ、うん、じゃあ、まあ、おばあちゃんがあの、会いに来てって言ってたから、いらしてください、
はい。ジェシー、ジェシー。お家に出ますから。じゃあ近いうちに。いらしたら出ますから。ね、はい、行きますね。行きますって。必ずお待ちしております。お待ちしてますって。必ずお待ちしてますって。そっくりじゃあお疲れお疲れ様ですじゃあお疲れ様ですどうもバイバイ元気でしょ元気そっくりでしょすごいねすごい元気なんだよかったよかった元気さっきはさ顔でいくよ顔うん男性好きになる人顔じゃない顔じゃないの全然顔じゃないと思う全然顔じゃない、あ、でもそう私尊敬できるところがあるかないかだけなんだよね一緒やんそれ本当だから顔じゃなくてだから他人と付き合えなくて仕事してるとかなんか同じなんか人となり例えば町内会だったら、うん、ちっちゃい時から知ってるとかなんかそういう人となりを見ないと好きになれなくてなんかこういうところが素敵とか思えない顔だけだと全く思えなくてあそう昔はでもさ、うん、偉いよねこれ別れるのも大変な努力だよそうだね本当にねそうそうそうえあそこは何がポイントで付き合うの雰囲気センスあセンスだな生きるセンスというか洋服とかのセンスで大体分かるやんその人がおおそうセンスが良ければまあ生きるセンスもありそうだなみたいな磨けば出てくれたみたいな、うん、最初にそこからセンスがないと聞かれない昔から磨き上げが来てってしないあそれは分かるじゃあ一緒だ、うん、もうヒュッてしましたどっちかったらスースースーなダンスあめっちゃ分かる三浦智子がずっと好きだったもんねあ分かるよだからパクソジュン好きなんだよねそうなるほどねだからどう見ても藤ヶ谷にしか見えない、うん、違います違ううん、いやでも結果的におじいちゃん尽くしてたよ結果的に全部、うん、養ってたじゃん、うん、ずっと脳梗塞になったから二十何年もいやもっともっと32から一切仕事にはなかったおじいちゃんお母さんが32で58年亡くなってるから26年間めちゃめちゃ尽くしてるじゃん、うん、あなたすごいよやば大丈夫ですかだってさ起きてくるまでにさもう全部大半の仕事やっちゃうんだもん、うん、すげえってもうやってさほんで来た時は本当によく働いたのよ、うん、ずっと働いてる何でもないのよ何でもないのよそれは自分の喜びだ半分のものですよあそっかはいそれは子供の時からだから平気なのよすごいねそうだこの人は自分がこの人がいいなと思ったらさ一途にスーッと進むそうなのそれがねすごいと思うなんかこう何かされてもそれがこうそう、ね、変わらずずっと尽くせるのが本当にすごい、うん、私の場合はどうなの何も知らねえとか思うんだけどここに出るよねもう一回いいやと思ったらもうしないけどそうそうもうやらないのでも意外とそう見えるって情は深いから情はあるんだけどそう情は深いよ二人ともねうんだからもう誰だ開けられるの早いからあ、そうあ、そうやんかそうなのかあの、のんこみたいに尽くさないようん、なんか無償の愛をずっと捧げあんなことしていないよられないよ、ね、すごいよねあ、だから前朝ちゃんが言ってたけど私のりこさんに似てるって言われたことあるえぇ、うん、そんなにうん、私多分似てる、うん、何をされてもこうずっと愛し続けられるなんでそんな好きになれるの好きになれるっていうか別に嫌じゃないんだよねなんか見返りを求めてないやんあんまり最終的にはね、はい、本当好きな人には自己満、うん、そうしたいからするみたいな、うん、あそれはわかるそうそう私もそうだから最終的にはね、うん、だから若い頃はさそれが男にしかいかなかったけど最近はこう家族とかおばあちゃんとか周りのね友達とかになるからだいぶ分散されてきたけど、うん、多分これが男だけになると、うんおかしいんだろうね、うん、人生が、うん、来るそうだからいろんな人にこの愛情を分散できるんだったら、うん、バランス取れると思うんだけどリアルな男に、ね、強いんだね一人になっちゃダメだよ不安じゃん もらいたくないうち、ん、も10いつだっけ11月に知り合って12月にはパパ家に来たもんあそう、うん、早いなそうそれでうちのおじいちゃんと喋って4月に入院早いすごい10回目のうちにうーん
そういう家系かもしれない。まあそうですね、人で困ったことはないんですよ、ありがたいことに。男性っていうよりかはもう本当にずっと人で困ったことないんですよ、うん、尽くすからね、人にね、うん、好きな人にはね、このセルフだろうさ、うん、そうそうそう、でも興味ない人には何もしないけどね、何にもしない。あ、そう、好きな人にとことんやるけど、うん、興味ない人はあっあいさ、うん、何も知らん。もう興味ない。全く興味ない。知らない。うん、もう、不幸になるわ、知らない。そう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 。好きな人は好き。だからずっと何してもいい。もうだからそれこそ水に削ってもいい。好きな人だったら水に削ってもいい。え、どんな人が好きなの？勘。なんか相性側みたいな。この家は好き。だから水に削ってもいい。ないけど。ない感覚ね。そう、感覚。ないけど、そういうもん。多分最初にしてくれてんだよ。この家族が、最初に私にすごくよくしてくれてるから、すごい、ね、そう、すごく好き。だからそういうのかもしれない。あ、それに対しての恩返しみたいな。うん、うん、そうかも。だからある意味では古風なのよ。うん。古風。そうだね、そうだね。古風？古風な、そうかもしれないね。ある意味ではね。どっちかって言えばね。うん、そうそうそう。うん。ただか格好だけいくんだな。そうね、義理と人情か。そうね、ふんどし、義理とふんどしを外せないって結局それね。ねえ、ほんとにトイレ大丈夫、あっち行く？お、お風呂は今日早くで、後で、後で小休止してくる。あ、ご、あ、さ、薬あ、食後